サミケディラは、西ドイツバーデンビュルテンベルク州シュトゥットガルト出身の元サッカー選手。元ドイツ代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。実定には、1FC ユニオン、ベルリン所属のサッカー選手、ラニケディラ。1995年から、ドイツの VFB シュトゥットガルトのユースチームに所属する。2006年から、 トップチームに昇格し、10月1日のヘルタ、ベルリン戦でデビューを飾る。トップチームに昇格したシーズンに、ブンデスリーガのタイトルを手にし、所属した4シーズンで、ブンデスリーガ98試合に、出場、14ゴールを記録した。2010年7月30日、スペインのレアルマドリードに移籍金1200万ユーロの5年契約で、移籍した。 フランツ・ベッケンバウアーハイでデビュー。8月29日の開幕戦である、RCD ・マヨルカ戦で73分から、途中出場、リーガ・エスパニョラデビューを飾った。その後もラッサナ・ディアララ同じポジションの選手を抑えて、多くの試合に先発出場し、レアル・マドリードでの初タイトルとなった、コパデル・レイ決勝でも延長戦107分まで、プレーした。 最初のシーズンに得点を挙げることはなかったが、シーズン後のプレシーズン、公衆久差し対戦で、レアルマドリード所属後初得点を記録し、10月18日の UEFA チャンピオンズリーググループステージオリンピックリオン戦で、公式戦初ゴールもマークした。2015年2月9日、左足の大体に頭筋を負傷したと発表した。 3月に復帰も出場機会はほとんどなく同年5月契約を更新しないことによるレアルマドリード対談を発表。2015年6月9日、ユベントス FC と2019年6月30日までの4年契約を結んだことが発表された。なお、ケディラは2015年の夏に契約満了でユベントスにはフリーで移籍。イタリア史。 ガゼッタ・デ・ロス・ポルトは年俸400万ユーロと報じた。背番号は当初28番を着用予定であったが、ポール・ポグバが背番号を6番から10番に変更したため6番を着用することになった。イタリアスーパーカップの SS ラツィオ戦での怪我のため、ユベントスでの1シーズン目はリーグ戦20試合の出場に止まるが、 10月4日のボローニャ戦でセリエ A デビューを果たし初ゴールも記録。リーグ優勝とコパイタリア優勝に貢献した。2017年10月22日ウディネーゼ・カルチョとのゲームにおいて公式戦初のハットトリックを成し遂げた。以降も主力として活躍。2019から20シーズン以降はロドリゴ・ベンタンクールの台頭やアーロン・ラムジーラの加入で 出場機会が減少していった。2021年2月1日、ヘルタ・ベルリンへ、フリーで移籍。10年半振りのブンデスリーが復帰となった。2021年5月19日、現役引退を表明した。2014FIFA ワールドカップにて、ユースの各年代の代表でキャプテンを務めた。2009年、 U-21 欧州選手権でもキャプテンを務め優勝を経験。同年9月5日南アフリカとの親善試合で73分にジモン・ロルフェスとの交代でドイツ代表デビューを果たした。2010年5月29日に行われたハンガリーとの親善試合にはポーツマス戦で右足首を負傷したミハエル・バラックに代わって途中出場。 バラックの大役を務め上げたケディラにヨアヒム・レーブ監督は満足感を示し 2010FIFA ワールドカップではバラックに代わって全7試合に先発出場ウルグアイとの3位決定戦で代表初ゴールとなる決勝点を挙げドイツの3位に貢献した 2014FIFA ワールドカップではドイツ代表の中心メンバーとして優勝に貢献した 2016年ユーロフランス大会出場したが、イタリア戦以降は怪我のため離脱した。父親が、チュニジア人。弟のラニケディラもサッカー選手であり、U-17 のドイツ代表などでもプレーしている。アラビア語言音では、サーミー・ハディーラ。男意人とは、モデルのオレナゲルケ。二人は2012年に婚約したが、 2014フィファワールドカップ後に破局が報じられた。2016年ユーロ敗退後、ギリシャミコノストーでのバカンスをブラジル出身のモデルであるアドリアナ・リマと過ごしたと報じられた。国際 A マッチ74試合7得点マイスターシャーレを掲げるケディラ。ありがとうございます。